会議員としてのレベルは大変低いなと正直思いました。訴訟では作成者が分かりませんこの文章って出したら裁判所全く信用しないです。高市早苗議員の放送法をめぐる問題について質問です。大多数の国民にとってどうでもいい内容で国会の時間を使うのってどう思いますか。8年前のことを蒸し返す意味って何かあるんでしょうか。しかもそれで何か変わった、何が変わったかもよくわからないのですが、片や捏造という、片や信用できないという、水かけ論をこれ以上繰り返しても仕方ないので証人喚問するか第三者に調査させるかしたらいいと思うんですが難しいんでしょうか。高市議員を自分の身に置き換えてみたのですが、身に覚えのない文章を根拠に誹謗中傷され、反論すると役所に保管されているのだから内容は間違いない、お前が無実を証明しろと言われた時に、誰がいつ作成したかもわからない文章の真偽をどうやって証明したらいいのでしょうかっていうんですね。ネットニュース等でパッと見てて、そもそも一体どんな文書を小西議員が示したのかよくわかんないなと思って調べました。総務省が今問題になっている文書を公表しますという形で総務省のホームページで公開されていますね。70何ページもある文書なんですけど、そのうちの一部を取り上げて小西議員が追及しているようなんで、その一部と思われるところ、平成27年2月13日の、高市大臣レク結果、政治的公平についてという文章、この辺りを指しているのかなと思いましてね、パッと読みました。中身はですね、中身の真偽、本当か嘘かは別として書かれている内容は、総務大臣として、どういうふうにこの放送法にはその放送事業者っていうのは政治的公平な番組作りをしなきゃいけないという当たり前のことが書かれているんですね。その前提としては、放送事業者っていうのは新聞なんかと違って特定の事業者に数少ない免許を与えて、その免許をもらった放送事業者が独占的に放送しているわけなんで、いわゆるマスメディアの中でも地上波のテレビ放送っていうのは免許をもらってね放送してるんで、特に国論を二分するようなねことについて、片方こっちの A という意見ばっかり放送して国民を洗脳するような、そういうその民主主義の前提に反するようなことをしちゃいかんよっていうわけで、つまり、いろんな議論があったら、さまざまな議論を公平に扱って、そして国民が判断しやすいように、国民がそのバランスよく判断できるようにするのが放送事業者の務めだよと、独占的な免許を持っている放送事業者の務めだよというわけで、そういうことが放送法には書かれているわけですけども、その放送法の解釈をめぐって総務大臣として答弁なんかをする前提としてレクチャーを受けたということだと思います。でそうするとですね、大臣が官僚から、これまでの総務省の見解はこうでしたよってことが、いろいろ説明されて、いやこの点はどうなの、この点はこうなのっていう、ざっくばらんなやり取りをしている内容が書かれているように、そういう体裁になってるんですね。そうするとですね、そもそもこんなものを取り出して、お前この時に官僚とのやり取りでこんなこと言ってるじゃないかなんていうことを取り出すのは、これあまりにもレベルが低いなというふうに正直思います。というのはですね、人間いろんなことを考えて政策決定して答弁していくときに、正式な答弁として喋ったこと、これは重要ですよね。検討して協議して、その結果答弁をこういう答弁しました、じゃあこの答弁については責任を持ったその発言なわけですから、それを取り上げて、ああでもないこうでもないと議論するのはそれは構わないんだけれども、その前提としてですよ、官僚と大臣がざっくばらんにこれどうなの、ここのとこはこうなの、一部の番組、一つの番組でどうのこうのって書いてあるけどこれはどうなのかねとか、あるいは番組全体で公平判断するっていうのにもちょっと問題点もあるんじゃないのとか、そういった一つの結論にたどり着くまでのざっくばらんな議論、ここをですね、書かれた文章、内容の真偽は別として、それを公表する、そもそもその、立憲民主党の小西議員に、渡してこれをその国会審議の材料にするっていうのは、これはやるべきじゃないだろうなと正直思います。それは混乱を招くだけだしね、そもそも、
政治家が大臣になって官僚とざっくばらんな話がそもそもできなくなりますよね。いろいろ勘違いとか思い違いとかざっくばらんに話をして、その結果として考えをまとめて答弁するんですから、こっちだけ問題にしてくださいよと。その前のところぐちゃぐちゃいるところも頭おかしいなと正直思いました。この、今取扱厳重注意と赤で判子をされた文書が公表されているんですがね、まあ、今公表したことは非難してるんじゃないですよ。国会でね、取り上げられて、議論になっているから、これはもう総務省としては公表せざるを得ないと、した方がいいだろうということで公表した。そのこと自体は問題ないのですが、そもそもそれをこんな形で国会質問で使うっていうのは、まあ、国会議員としてのレベルは大変低いなと正直思いました。この小西議員ですね、小西さんには大変申し訳ないけれども、もっとやるべきことはあるだろうと。いうふうに正直思います。野党であってもね、日本の国益を考えるならば、それよりもはるかに重要なっていうか、やるべきでないことをやって、やるべきことをやらない、そういう政治家に見えてしまいますね、私からは。一般の人に置き換えてみて、はい。もしこれが裁判だったとしたら、はい。どうやって証明するんですか？自分の身に覚えのない文書が出てきました。で、そこの文書には自分が言ったことを言ってないことが書かれている、そういう文書が出てきた場合ですね。で、それは例えば訴訟で出てきちゃった、どうするかって話ですね。訴訟ではどういうことになるかというと、まず文書の作成者っていうのが必ず示されます。誰が作った文書かということが示されます。その内容が本当か嘘かを判断するには、まずその文書の作成者を、証人尋問するということになります。で、どういう経緯でどうやって書いてどうなったかということを証言してもらうというのが一つ。もう一つは、そこに複数の人がいるならば、ここで言ってる問題となる文書では、高市さん、平川参事官、松井秘書官、だから1、2、3、4、5、6人がこのレクチャーに参加してたかのような体裁の文書なんで、この6人について、それぞれこの文書を見てどう思うか、事実か事実でないかということをまず述べてもらいます。で、実際の訴訟では全員に証言してもらうケースもありますが、まずは全員に陳述書を出してもらって、この文書は本当です、嘘ですっていうね、覚えてませんとかいうことを全部出してもらって、その上でどの人を証人尋問したらいいかっていうことを判断して、尋問して、そして裁判所が判断すると、そういう流れになりますね。高市さんがこう指摘されている、まあ、捏造だと言われている作成者の記載がないっていうことだったらしいんですけど、あ、そうなんですか。作成者がわからない場合でもそれは証拠として認められるものですか？ですね、訴訟では作成者が分かりません、この文書って出したら裁判所全く信用しないです。作成者が分かんない文書ってなると、訴訟の当事者が今勝手にさっき作ったかもしれないでしょ。いつ誰が作った文書かっていうのは当然大前提になります。作成者を示せない文書は裁判所は一切信用しないです。それは役所に保管されていてもですか？役所にあったとしても、文書って必ず作成者は書いてなくても当然の前提になってますから、誰かが書いた。私が見る限り、この1枚は西方さんが書かれたかのように書いてますが、それ以外は作成者は書いてませんね。普通の裁判だったらもう証拠にはならないっていう。証拠で出されても裁判所は、作成者不明なんですか？それはちょっと、少なくとも裁判所はそれは証拠能力、まあ、信用性を認めないですね。なんで作成者が重要かっていうと、そもそも書かれてることを知っている人が書いてるのか、知らない人が書いてるか、でかい違いでしょ。この事実を知ってるはずのない人が作った文書だったら、もともと信用できないじゃないですか。ただ作成者示してもらわないと、何にも関係のない A さんが書いたんですね、じゃあ関係ないですね、これはってなるし、これはこの会議の主催をしたこの人が書いたんですか、じゃあまあ、もしかしたら本当かもしれませんね、だから調べましょうって話。作成者は重要ですよね。チャンネル登録、高評価していただけると励みになります。